こんにちは、美術品バイヤーの小林です。本日も動画をご覧になっていただきまして誠にありがとうございます。私は美術品の買取を専門に行っておりまして、年間1000件以上、年数で言うと1万点以上ですね、査定をさせていただいております。その中でですね、お客様からよくいただく質問だったりとかですね、私の方で発信していきたい情報ですね、このように動画を撮らさせていただいております。どうぞ今後ともよろしくお願いいたします。今回ですね、皆さん気になる、資産になる現代アートについてですね、解説させていただきたいと思います。現代アートに関してはですね、よくお客様から聞かれます。もう値段上がるんでしょと、買ったら値段は下がらないんでしょとかですね、ご質問いただきまして、何買ったら教えてよとかよく言われます。ただですね、ちょっと私も責任を持てないので、はぐらかしながらですね、欲しいもの買った方がいいよ、気に入ったもの買わないとですね、万が一値段が下がった時に後悔しますよっていうふうにですね、逃げておりましたが、今回はですね、もうはっきりと作家名をですね、お伝えさせていただきたいと思います。3人選びました。この3人はですね、原画が高い、お手物が高いっていうのはもちろんなんですけれども、版画作品、版画というのはですね、同じ作品が100枚200枚刷られたような、そういった作品になるんですけれども、版画があるイコールですね、ある程度流通量がある、比較的手に入れやすいというのもですね、ポイントかと思いますので、原画が高い方はですね、たくさんいるんですけれども、そういう方はですね、往々にして、もうどこで買えばいいんだと、もう売ってないよと、まず売ってるところを探すの大変だっていうことから始まりますので、比較的って言っても大変なんですけども、手に入れやすい作家をピックアップさせていただきました。ちょっと長々と説明させていただきましたが、3人発表させていただきたいと思います。まず、草間彌生さんですね。2人目がアンディ・ウォーホル、3人目がキース・ヘリングとなります。皆さん、そうだろうね、そりゃそうだよねっていう風に、当たり前の作家さんかと思うのですが、美術品のですね、買い取りをやっている、リアルにですね、商品を動かしている10年以上見てる立場からですね、一応こういう根拠がありますよっていうのを踏まえてですね、解説させていただきたいと思います。はい。で、まず草間彌生さんですね。もうまだご存命の作家さんで、日本国内外でですね、個展だったりとか、展覧会が開かれてる女性作家では最も有名な方じゃないですかね。黄色いカボチャとかはですね、一度は見たことがあると思いますし、世界的ブランドルイ・ヴィトンとかともコラボしている、もう超有名作家さんになります。やはりですね、いろんな理由で値段が上がってくるんですけれども、第一にですね、世界的な有名画廊と契約した、それによりですね、世界的なコレクターのですね、手元に収蔵されるようになったっていうのが一つポイント。で、先ほどですね、申し上げたように有名ブランドとコラボしてですね、美術品コレクター以外の認知度も高まったっていうのもポイントになるかと思います。で、あとですね、こちらのもう私の完全な感覚ではあるんですけれども、中国だったりとか、韓国、アジア圏のコレクターからのですね、人気の高さっていうのが大きなポイントかなと思います。やはりですね、値段が上がる理由といたしまして、需要と供給の関係で、供給よりも需要が高まらないとですね、値段っていうのは上がってこないです。なので、日本だけのコレクターにしかですね、売れない作家さんですと、もうどうしても限界があるんですけども、草間さんの場合はですね、アジアだったりとかですね、欧米諸国からもですね、人気があり、世界的なコレクターがいるっていうのが大きなポイントかと思います。今のですね、推移を見ると、ガクッと下がらないとは思いますので、ここ5年10年ぐらいは大丈夫なんじゃないかなと思います。次はアンディ・ウォーホルです。もう誰もが知る作家さんかと思います。もう医療品メーカーとコラボしたりとかですね、私たちの生活にかなり浸透している作家さんじゃないでしょうか。ポップアートの第一人者という形で、歴史上にですね、名前が刻まれてまして、マリリン・モンローとかですね、キャンベル缶をですね、モチーフにした作品は誰もが見たことあるんではないかなというふうに思います。そのアンディ・ウォーホルもですね、昔から高かったってわけではなくてですね、ここ最近再度評価されまして、金額が上がっている状況になります。金額がですね、保たれる作家のポイントとしましては、美術史においてですね、初めてやった人、第一人者的な方ですと、歴史上にバシッと名前が残りますので、そういう方に関してはですね、一回上がった相場に関してですね、大きく崩れるっていうことはないかなということで選ばさせていただきました。版画の作品数も少なくはないんですけれども、日本に入ってきている量もですね、それほど多くはないかと思います。なので手に入れるのは少し大変かなと思うんですけれども、ただ比較的にですね、他の作家さんに比べると手に入れやすいのかなと思います。次に3番目ですね、キース・ヘリングという作家さんになります。こちらもですね、いろんな企業とかですね、アパレルメーカーとコラボしておりまして、ペンでですね、描いたその人形だったりとかですね、
動物、まあ、犬みたいな、まあ、そういったマークっていうのはですね必ず見たことあるのかなと思います。アーネゴフンと比べるとですね、まあ、かなり早く亡くなってしまいましたので作品数自体がまあ、そこまで多くはないんですが、ただまあ日本でもですね、まあ生前、キルセリンが生きてる時にですね、来日したりとかしてですね、その後、日本のカルチャーにすごい影響を与えた人物になりますので、割とですね、その作品が少ないながらもですね、日本国内の流通量結構多くてですね、もう私も実際に何回もですね、買い取りはさせていただいております。なので、比較的流通量が少なくないっていう点とですね、その美術品コレクター以外からのですね、認知度も高いっていうのをですね、今回選ばさせていただきました。キルセリングもですね、アンディ・ウォーホールとかですね、草間彌生さんと比べると遜色がないぐらいですね、相場金額は上がっておりますので、もし手に入れるタイミングがありましたら、まあ、ぜひ買ってもいいのかなというふうに思います。参考になったらですね、チャンネル登録とかしていただけると大変嬉しいです。ご覧になっていただきまして、どうもありがとうございました。